豊島監督、今回、今作オリジナルのキャラクター愛斗ですけれども、ミオの運命の恋人と思いきやという展開で、現代に生まれた新しい妖怪という設定でしたけれども、これ新しく生まれた妖怪ということで設定を一から考える必要があったかと思うんですが、何かこうキャラクターを生み出すときに、もしくは演出するときに気をつけたこととか心がけたことありました？酒呑童子にしても座敷わらしにしても、それこそ水木しげる先生の漫画とか、こう参照すべき昔の古来からの絵だったり伝承だったりがあるんですけど、愛斗っていう妖怪は僕らが勝手に考えた妖怪なんで、その参照するべきものがなくて、それでゼロからいろいろ作んなきゃいけなかった。でもともと電脳空間に存在するその思考だけの存在みたいなものが、みおちゃんに会うために肉体を初めて、持ってこの世に現れたという裏の設定がありまして、なのでその体を彼はすごく持て余していて、だから怒ると急にガタガタ震えちゃったりとか、バグが起きて震えちゃったりとか、体を持て余しているみたいなことをずっと、やってもらったりしましたね。うん、あの辺は小島さん、撮影でどうでした？見てて。講義してるところで震えてるところは、もう彼がもう自分で積もっちゃってて、何回か吹き出しちゃってましたよね本番中に。だから目を見ちゃうと笑っちゃうから、ちょっと視線ずらして震えてたりしてましたね。そうでもやっぱりその人間になりたてっていうので、そのどこまで人間っぽくしていいのかとか、感情的にもみおちゃんに向ける感情をこうどこまで人間っぽく機械っぽくっていう、このバランスがやっぱすごく見てて難しそうな役だなっていうのは感じてましたね。確かにそうですよね。あといろいろね、本編を見ていただいて、こうそうだったのか、こういう設定だったのかという展開もいくつかあるかと思うんですが、皆さんが今日ご登壇されている皆さんが最も衝撃を受けた、設定、裏設定ってありました？どうでした？衝撃というよりも、これ絶対また続ける気やんみたいな思ったのは、やっぱりミオがね、エンマのまさかって、多分僕最後セリフあったんですけど、まさか続ける気ですかみたいな、そっちだったんだあのセリフって思いました。なるほど、そっちのまさかですよね。なるほどね。池谷さん。私はちょっと涙腺がファってきちゃったとこなんですけど、最後の方でアマビエさんとカッパさんがね、戻ってなんか仲良くしてるシーンがあったんですけど、私2人が仲いいとはあんまり思ってなかったからなんかこんな仲良かったんだと思って、なんか妖怪さんたちがのなんていうんですか、その関係性みたいのをちょっと知らないところを見て、可愛いと思って、ちょっとあそこで泣きそうになりました。なるほどね。監督、その辺はやっぱり意図的になんとか魚類ですか、なんか水生動物みたいな意味だったんですけど、でも僕、台本作った側だから大体のことは驚きはないんですけど、音をつける作業の時に、効果音の人がいろんな発想で音をつけてくれて、それは僕驚きがいっぱいあって、それこそ信江さんが言ったカッパとアマビエがポンポンってやる時に甲羅を叩く音がポン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 って、すごいなんか包みみたいな音がして、それはね、驚きましたそんな音するんだカッパってと思って、それはありましたね。そうですか。小島さんはこう驚いた設定って。私も一緒なんですよね。続き作る気満々だなっていうのと、だから皆さんのお声次第では次ができるかもしれないのでだから周りのお客さんというかお友達とかみんなに勧めてください。お願いしますそうなったら次は何々じゃないんかいは何ですかね。次ね、でもいろいろ海外に行きたいとかね、舞台化したいとかいろいろ言ってますよね。いっぱい言ってるんです。いっぱいそう。もうあとは皆さんのお声次第ということになりますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして今回はですね、事前にファンの皆様から質問をいただいております。まずはですね、連ドラの時もそうでしたが、納豆パス、こちらがすごく好きなセリフなんだそうです。皆さんが一番好きなセリフや忘れられないセリフは何ですかという質問が来てました。小島さん、いかがでしょうか。私、お岩さんが闇落ちする前のなんかよくもミオをたぶらかしたなっていうセリフがすごい好きで、なんかお岩さんも一緒に騙されてたわけじゃないですか。でも闇落ちするほどのこう憎しみが募ったのってミオを騙したことなんですよね。自分が騙されたことじゃなくて、だからあのセリフにそのお岩さんがミオに対する愛情っていうのがすごい詰め込まれてるなと思って、すごく大好きなセリフです、はい、関係性いいですよね、はい、池谷さんいかがですか？はい、私はなんかミオちゃんが必ず妖怪たちのことを妖怪さんって呼ぶのがすごい可愛くて、またミオちゃんのなんていう声っていうのかな、それと一緒でこう妖怪さんっていうあのニュアンスがずっと好きなんです。うん、可愛いなと思って、すごくリスペクトしてくれてるんだなっていうのが伝わってきますね。そうですよね、うん、それに倣ってお子さんから妖怪さんへっていう手紙が結構来るんですよね、豊島監督ね。あ、すごい素晴らしい教育じゃないですか。そうですよ。前川さんはいかがですか？そうですね、まあ、好きっていうのとはちょっと違うかもしれないですけど、まあ、今回の映画に限らずシーズン1の時から結構言ってる、自分が言ってるセリフで「妖怪の風上にも置けねえ」っていうのが、のんべさんそれしか言わないですよね。めちゃくちゃ言うんですよ。もうこの間放送してたドラマでも1話につき1回ぐらいは言ってるぐらい言ってて、そうか、そう「妖怪の風上に置けねえ」のその反対は何なんだろうなっていうのをまだ考え中。だからあるべき姿っていうか、四天童子がいいと思ってる姿って何なんだろうなっていうのは、なんか未だにずっと考えてますよね。はい、よく四天童子がめでているちっちゃい赤ちゃん、あれ何ちゃんでした？あれちーちゃん。ちーちゃんなんだ。あれそれこそ闇落ちで信代さんがね持ち上げた時にやめろと言わんばかりに出てくるあれね。なんかあれどういう設定なんですかあれは？あれなんですよ。まあちょっと手短に話すと、まあどっかから拾われてきたというか、まあだから行き場所のない子供をたまたまのんべえが見つけて、うちで一緒に暮らそうって言って、まあ暮らしてるっていう設定です。だからちょっと報われないところがあって、だから。だいぶあるね。あるんですよ。でもそれはもう個人的に作ってる設定なんですけど。だってあれのんべが移動させてるんじゃなくて、子自身が動いてるっていう。そう、勝手に動いてるっていう設定で、シーズン1の時は結構もう美術部のスタッフさんが面白がって、確かにいろんなところにこのシーンこっちにいるんだみたいなのをやってて、でどんどん乗っかってみたいな感じで。そう、このシーンはここにいたらなんかいいんじゃないかなとかっていう感じで考えてました。今はもうスタッフさんじゃなくてのんべさんの担当になりましたので、自分で考えていこうって。そうですか。監督好きなセリフってありますか？僕は上司のみおちゃんの上司の上さんが、冒頭で上通りますって自分の自分の名前言うとこが好きですね。なんかこう初めて見るお客さんにも自分が上だっていうことをちゃんと伝えている、素晴らしい。はい。憎めないですよね。本当にね。はい。質問です。私は公式 TikTok の中で皆さんのいたずらチャレンジの動画がそれぞれ個性があって大好きです。そこで皆さんのこだわりポイントやエピソードがありましたらお聞きしたいですといただいてます。こだわりポイント、あれ大変そうでしたね、傍から見てて。でも間違えたらテレパシーするっていう決め事ありましたよね。振り間違えたらテレパシーだから、大倉さん絶対テレパシーになるんですね。そうあれ面白かった、アイディアとしてすごい。そう踊りきれないっていういつも必ずありましたもんね。こだわり、撮影時のエピソードとかでもいいですか？僕は小芝風花より可愛く映ろうと思ってやりました。そんなこと言ったら私もそうです。私だってそうです。拍手が起きてるんで。はい。そんなこと言ったらって。あと前熊さんもね、メイクの動画とかも上がってましたけどね。上がってましたね。あれすごいですね。すごかった。あんなにずっと座ってたんだと思って。そうメイクもでも大変は大変なんですけど、すっごくこだわっているんですよ。自由楼っていう特殊メイクのチームがあるんですけど、もうめちゃくちゃこだわりがあって大変だけど、やっぱそういうのってすごく嬉しいじゃないですか。でお岩さんもそうですけど、そうだからなかなか貴重な経験でしたね。あんな4人でやってるって、僕もう2人ぐらいでやってると思ってましたね。もう2人でやると3時間超えするんで。なるほどね。そう小芝さん、そろそろなんか皆さんの見ててあれちょっと私もみたいな思ったりしません？やりたいなって思ったからインスタに上げてます。私のインスタ見てくださったら、メイクさんがその時々の妖怪さんを施してくれてて、でそれこそのべえさんの落ち武者、ひっくり返ったカツラを使ってガキの格好をさせてもらったり、衝撃のねあれはやばいですね本当に、小柴さんの実のお母さんが引いたというなんか笑ってくれると思ったんですけど、 あんた何やってんのって本気で心配されましたいや、写真を初めて見せてもらった時、この人はすごいなって本当に思いました気になった方インスタぜひ見てみてくださいありがとうございます。では最後にですね、はい、作品を代表しまして小柴さんより皆さんにメッセージをいただきたいと思います。お願いします、はい、短い時間でしたが本当にありがとうございました。さっきから何回も言ってるんですけど、よかったらお友達やご家族、知り合いの方にぜひ進めてくださいまた皆さんと会えることを楽しみにしています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。